矢島と聞きよは平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将。姓は源氏万清流。父は源義朝の側近として知られる大美守る源重な成あるいは左衛門の城源時、和元、時り兄弟に三成、重え、忠助、十海らがある。通称は矢島家じゃ、二郎。類代の所領である美濃国屋島里あるいは 大見国屋島を本拠としていたものと考えられる。その動向はつまびらかでないが、平家滅亡後の文治元年11月、宮高地した源義経、幸家一行の戦乱が嵐により難破した際、その2日後に京に戻り義経らの生存を朝廷に伝えたとある。これが義経と同行していたものなのか、追手に加わっていたものなのかは不明。県営元年9月、 大見国今津浜、ワニ浜に乱入した、遠略児童衆に与動したとして、後鳥羽院の命を受けた、小野義成、後藤元清ら率いる兵に攻められ、保守章寺北辺で、討ち取られた。淵木同日城に、同衆同位の者、大見国源氏矢島家じゃ。淵実名、矢島式部、大助子成。と記される。また、赤月木同日城では、矢島二郎と記される。 ありがとうございます。